はい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 。2点しか取れてないけど、また勝てたね。中軸、岡本、坂本、ちょっと打撃内容的に、これから上がってきそうな感じは、すごくしてます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元読売巨人軍の選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じでですね、今年中、2024年中ですね、チャンネル登録者数5万人。500人違う。5万人をね、目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はですね、ちょっと時間経ってしまったんですけども、今日やってました、ベイスターズ対、ジャイアンツの試合解説をやっていこうかなというふうに思ってます。まず結果からなんですけども、2対1で、ジャイアンツが勝利をいたしました。イエーイ。はい、というところで、まあ、なかなか点は取れてないんだけども、ピッチャー陣のね、頑張りのおかげで、まあ最近、しっかり勝ててるというところで、まあ非常に、最近の巨人らしいゲームなんじゃないかなというふうな、感じです。はい、じゃあ早速ね、もう、今日のね、試合解説やっていこうというふうに思ってますんで、ぜひね、ジャイアンツファンの方であったりとか、DeNA ファンが見ても、まあ悔しいかもしれないけど、面白いと思いますし、野球ね、学びたいなとか、野球のことを深く知りたいなみたいな思ってる人も見てもらったらね、楽しさとか奥深さなんかが分かってくると思いますんで、ぜひ最後まで見ててください。よろしくお願いいたします。じゃあね、まず僕が気になったところをね、お伝えしていきます。はい、まず一回表なんですけども、先ほど冒頭で、坂本岡本の打撃の調子、結構上がってきましたよというお話をしましたが、ここですね、一回表、それ感じた場面がありましてね、先頭まず、長野さんがね、ライト前ヒット出まして、門脇選手がショートフライというところで倒れてしまうんですが、このワンアウト一塁というところでね、坂本選手、結果的にはショートゴロゲッツーという、まああまり良くない結果に終わってしまったんですけども、非常に初球のストレートというところをしっかりバット振りに行けた。で、打球も非常に強い打球を打ててたというところで、先日ね、スリーランホームランを打ってから、非常に打撃の内容っていうところが、良くなってきてるんじゃないかなっていうふうに僕感じてるんで、まあこの打席はゲッツーでしたけども、非常にこれから上向いてくるんじゃないかなっていうふうに感じさせてくれるようなね、打席だったと思います。はい。で、一回裏、今日の先発、横川投手、久しぶりの、まあ先発というところで、まあ緊張もあったりとか、まあいろいろね、あったと思うんですけども、まあ先頭の桑原選手にね、レフト前ヒットを打たれまして、石上選手、ノーアウト一塁で空振り三振を取るという、そこは非常に良かったと思います。で、ここ、ワンアウト一塁、僕すごく気になった場所がありまして、ワンアウト一塁で佐野選手がバッターボックスの時に、一球牽制を入れたんですよね、桑原選手に。まあもともと横川選手というのはね、牽制が非常に上手いピッチャーではあるんですけども、牽制を入れましたと。で、そうした時に、岡本選手がちょっとファンブルというかね、まあ、おそらく横川投手のボールがですね、ちょっとこう、スライドした感じのイメージで、ちょっとファンブルをしてしまったんですよね。で、それで、その次のボールにですね、まあ、いわゆるピクイチとか、ギャンブルスタートというふうに言われるんですけども、横川投手がこう、ピクッと動いた瞬間に、桑原、選手がですね、盗塁をしてね、成功したっていうのがあるんですけども、まあ、データで、横川選手は2球連続で、牽制を投げてこないというふうに出てたのか、それともその前の牽制でね、ちょっと岡本選手がちょっとファンブルをしたっていうのがあったんで、もう投げてこないだろうというふうな予測を立てて、盗塁をしたのか、どちらかはちょっとはわからないんですけども、これ、まあどちらにしてもですね、非常にいいスタートを切れてて、裏を書いたスタートでしたので、非常にナイスランだったなというふうに、敵チームながらね、思いました。で、次気になったところですね、ここ非常に良かったバッティングなんですけども、2回表ですね、先頭の岡本選手、レフトへのもう完璧なホームランなんですけども、こちらね、相手投手、ケイ投手、非常にね、
初回からね、まっすぐが、こう、まっすぐの割合が非常に多くて、それをおそらくね、まあ、ベンチであったりとか、味方のチームのバッターから聞いてた、だと思うんですよね。で、まあ、自分にもまっすぐ来るだろうと。まっすぐバンバン押してきてるから、初球まっすぐ来たら思いっきり振り抜いてやろうというふうに多分おそらく思ってたと思うんですけども、その初球のね、ストレートを、まあ、完璧に弾き返したっていうところで、久しぶりの、ホームランだったと思うんですけども、非常にナイスバッティングだったというふうに思います。で、ちょっと気になったところはですね、ノーアウト一塁、萩尾選手がショートへの内野安打打ちまして、ノーアウト一塁という場面でオコエ選手がね、綺麗にね、狙い打ったかのようなライト前ヒットを打ったんですけども、そこで少し気になったところがありまして、一塁ランナー萩尾選手の少し判断ミスがあって、まあ三塁は行けたんですけども、少しね、二塁ベース上ですごく少しこう、スピードを落としてしまうというミスがありましたと。で、オコエ選手も、打ったオコエ選手もこう飛び出してしまったんですけども、まあ、横浜のね、DNA の守備陣がランダムプレーに持ち込めなくてですね、結局、オコエ選手がファーストに全力で戻ってヘッドスライディングしてセーフになるという場面で、まあ、そのジャイアンツの判断ミスもあったけども、DNA の守備陣のミスもあって、ノーアウト1、3塁という場面で、場面になってしまった。ジャイアンツからすると、まあ、非常にラッキーなんですけども、まあ、DNA の守備からすると、ランダムプレイには持ち込みたかったなっていう風には思うんじゃないかなという風に思います。で、その後ですね、まあ、まあ、点が入らないのか、点が入るんか、大城さんのね、犠牲フライで点が入るんで、やっぱそういう、まあ、ちっちゃなミスかもしれないですけども、こういうね、守備からのミスっていうのは非常に失点に、なりやすいという風なところがありますから、そこはね、まあ、DNA からしたら、不運でしたけども、ジャイアンツからしたら、まあ、ラッキーというところだったんじゃないかなというふうに思います。で、次気になったところはですね、この3回表ですね、ワンアウトから門脇選手、セカンドゴロエラー、牧選手のちょっと冒頭でね、出塁しまして、ワンアウト一塁から坂本選手のショートライナー、これもね、石上選手がね、ファインプレーするんですよね、2打席連続でね、ショートにいい打球を打ってるというところで、いい打球は言ってるんだけども、まあ、守備に阻まれるとかね、っていうところで、まあ、ヒットは出てないというところ。で、ツーアウト一塁で岡本選手、レフトフライだったんですけども、先ほどね、インサイド寄りのまっすぐのボールをね、しっかり捉えて、ホームランを打ったっていうところで、まあ、相手バッテリーからすると、もうストレートは狙ってないでしょ、というふうな、読みでね、ストレート行ったと思うんですけども、そこを逆にね、岡本選手は、ストレート来ないだと思ってる自分、がいると思ってるから、それをね、狙いに行ってやろうというところで、狙いに行ったもののね、レフトフライというところで、非常に惜しいスイングだったなというふうに思いました。そこに駆け引きがね、あったと思います。で、次気になったところですね、この4回裏の、ワンアウト1、2塁という場面で、関根選手がね、ファーストゴロを打って、まあ、結果的にゲッツーになってしまったという場面なんですけども、こちらね、このファーストゴロがですね、非常にこの、ファーストのライン際のゴロだったんですよ。で、一塁ランナーの、宮崎選手ですね。宮崎選手は、本来、一塁線のゴロであれば、ファーストベースを踏んでセカンドに投げてくる可能性が高いんで、本来で言えば、3本間じゃないわ、一、二塁間で挟まれないといけないんですよね。そこを、漠然とって言い方あれですけども、バーって走って、そのまま二塁でアウトになってしまったっていうところで、ここでね、宮崎選手が挟まれたりとか、できてたら、もしかしたら、二塁ランナーの牧選手がホームに帰るみたいなこともあったと思うんですけども、そこをね、ちょっと判断ミスというか、ちょっとただ単に走ってしまっただけになってたんで、少しもったいなかったなというふうに思うし、これは足の速さとか関係なくてね、一、二塁間のゴロを転がったんだったら、宮崎選手の走塁でいいと思うんですけども、一塁線のゴロだったんで、自分が見えない場所での、プレーになるんで、止まってしまったら、いいわけですよ。止まってしまうと、なんて言うんだろう。ランダムプレーになって時間が稼げたりするんで、そこは宮崎選手の、まあ、少し、まあ、細かいところかもしれないですけども、まあ、ミスだったのかなというふうに思いました。で、次気になったところ、6回裏ですね、ピッチャー高梨投手に変わりまして、先頭ね、桑原って選手にフォアボール出して、ちょっとやばいなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、石上選手を空振り三振、佐野選手をレフトフライ、
で、牧選手を、まあ、そのバックドアと言われるようなね、右バッターのアウトコースから、インコースに入ってくるようなボールで、見逃し三振取れたというところで、非常にね、まあ、フォアボール出したんだけども、しっかり後続を抑えれたっていうところで、良かったんじゃないかなと。まあ、昨日ね、満塁ホームラン打たれてるっていうのがあるんで、そこをしっかりね、まあ、仕返しじゃないですけども、しっかりできたんじゃないかなというふうに思いました。で、次気になったところは、7回裏ですね、ケラー投手が出てきまして、まあ、先頭の宮崎選手に、まあ、ホームランをね、打たれてしまう。で、そこからですね、まあ、ホームラン打たれてしまう。まあ、非常に強力打線ですから、まあ、仕方ないところ、まあ、ソロだったんでね、仕方ないところあったんですけども、そこの次のバッターにね、関根選手にフォアボールを出して、で、山本選手がね、バントをしっかり決めて、で、ワンアウト二塁で渡来選手に、セカンドでね、内野安打というところで、ここ吉川選手よく止めましたよね。もし、ライト前にヒットになってたんだったら、ホームにね、変えてた可能性もあるかもしれないんですけども、吉川選手よく止めましたし、そっからね、ファースト送球時代もしかしたらアウトになってたかもしれないなっていうふうに思ってたんですけども、やはりね、吉川選手、その打球では、ファーストは間に合わないという判断でね、サード送球してましたし、まあ、これはね、吉川選手のまあ、守備の勘というかね、そういったところもあったんでね、そこまで、攻めようとは思わないんですけども、もしかしたらこれファースト投げてたとしたら、もしかしたらアウト取れたんちゃうかなっていう感じは正直しました。で、ワンアウト三、一三塁でピンチヒッター楠本選手出てくるんですけども、空振り三振と。で、そこから船場様投手に変わりまして、ツーアウト一三塁。で、桑原選手をライトフライというところで打ち取れたっていうのが、まあ今日の勝因だったと思うし、まあ DeNA からするとですね、この、ホームラン、宮崎選手がホームラン打った後、関根選手がフォアボールというところで、山本選手もバントというところをしたわけなんで、絶対にね、これは同点に追いつきたいという、場面だったんですけども、吉川選手の、まあ、守備もそうですし、代打の楠本選手が三振、で、桑原選手も、ライトフライというところで、あと1点が取れなかったというところが、今日の DeNA からすると敗因かなというふうに思います。で、そうですね。次気になったところは、8回表ね。僕が主に、伊勢投手が出てきて、代打の佐々木選手が3球三振。で、ワンアウトから長野さんも3球で見逃し三振というところで、非常に嫌な雰囲気だったんですよね。嫌な雰囲気で、このまま3人で終わったら、次の回もしかしたら行かれるかもなっていうふうに思ってたんですけど、そこで2アウトから門脇選手がしっかりね、まあ、二塁でアウトになってしまったんですけども、レフト前ヒットを打ってね、というところ。で、ここもね、配球うまかったなというふうに思うのが、伊勢投手非常にね、ストレートが強くって、どちらもストレートでね、佐々木、長野をね、見逃し、三振を取ってたところで、門脇選手ね、三人目だったんで、それは絶対見てるはずなんで、自分にもストレート来るかなっていうふうに思ってる中、フォークを三球続けてね、それうまく、まあ、門脇選手打ちましたけども、そういったね、その、山本選手の配球っていうのもクレバーというか、非常に考えて配球してるなというふうには思いました。で、この門脇選手が二塁でアウトになったのも、まあ7回表に、吉川選手が二塁を狙ってね、アウトになったっていう場面があったんで、DeNA の守備からするとですね、巨人の打線というか、巨人はワンヒットでも二塁狙ってくるぞっていう意識がおそらく多少なりともあったと思うんで、この門脇選手のね、二塁狙ったのも、アウトになったんじゃないかなというふうに思うので、そういったところで、まあ DeNA の守備陣に、隙がなかったっていうのは非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、この8回裏ですね、まあ、2アウトから牧選手をフォアボール出すんだけども、あ、バルドナード選手ね、2アウトから牧選手フォアボール、宮崎選手フォアボール出すんだけど、しっかり関根選手をショートゴロに打ち取れたっていうところで、点取られなくて良かったなというふうに思ったし、まあ、牧選手のフォアボール、宮崎選手のフォアボールですけども、非常にいいところを狙ってのフォアボールっていうところなんで、そんなこう、大崩れしてるというか、制球を大きく乱してフォアボールっていうところじゃないので、そこはね、フォアボールは出してるんだけども、非常に安定感があるというか、安心して見られるなっていう、バルドナード投手のね、投球があったんで、非常に、まあ、出してしまったけども、しっかり抑えれたっていうのは良かったんじゃないかな、というふうに思います。で、最後9回はですね、まあ、大勢投手がね、最後ね、締めたんですけども、僕は非常にね、このワンアウトからの渡来選手の、ショートゴロね、前のこう、ポーンポーンって跳ねたような、ショートゴロですね、門脇選手がまあ、ランニングスローでね、ファーストギリギリアウトにしたっていう、この守備も、非常に大きかったと思うし、これが、ランナー出ると出ないのでは全然違うんで、
そういったところで、細かいとこかもしれないですけども、巨人のね、吉川選手の、止めたプレーもそうだし、門脇選手のこの渡来選手のね、出塁を阻んだ、守備もそうですし、細かいところかもしれないけども、巨人の守備陣っていうところがね、しっかりしてたっていうところも、今日勝てた要因の一つじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日ちょっとの、動画出すの遅くなってしまったんですけども、まあ、ちょっとボードもなくてね、見にくかったかもしれないですけども、まあ、僕が気になったところをね、お伝えさせていただきました。冒頭でも言いましたけども、まあ、坂本選手であったりとか、岡本選手っていう打撃の内容がね、非常に僕は上がってきてるんじゃないかなっていう、特に坂本選手なんかはね、ヒットは、出てないんだけども、いい感じでね、触れてるかなっていう風な、ところあるかなというふうに思うので、明日からのね、試合もね、まあ、連戦続きますけども、坂本選手の力っていうのは、もちろん、必要不可欠だと思うので、そこをね、期待して、明日の試合も見ていこうという風に思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。